YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、青木です。さあ、今日は100均レビューです。100均と言いつつ、実は200円なんですが、ダイソー商品ですね。多機能スクール筆箱、ね。小学校低学年ぐらいの子がよく使う、もう皆さんご存知のあの筆箱ですね。この筆箱って、普通に2000円ぐらいする代物だと思うんですが、まあもちろんキャラクターとかが入っての2000円ぐらいだと思うんだけど、これが200円で買えるのってすごいですよね。これ200円なんですよ。200円。ね。そう。で、じゃあ中身どんな感じかっていうことで、じゃん。こんな風にですね、こう鉛筆入るところ。ここはなんかこういう仕切りがありますね。それから、ここ。じゃん。鉛筆削り。鉛筆削りは、ここをパカッと開けてここに入れて、で、削ったのを捨てるときはここをパカッとしてこう捨てる感じですね。それから、反対側がここはなんかすごい浅いんですよね。なんかこんな感じで、ここに消しゴムが入りますね。ここはきっと。で、実はこれが新しいなと思って、ここについてるやつ、これがこうやって、そしてこうして、でですね、これさっきのここなんですが、ここにこういうちょっとここは出てくるところがあって、これ一体何なのかっていうと、ブックスタンドみたいなんですよ。このまんまと本を立ててみましょう。分厚い本でもいけんのかな、こんな感じか。あ、いけますね。ブックスタンド横から見た感じこんな感じで本が立ちます。すごいですよね。これで200円、思わず買ってきてしまったんですが、うちの子供たちに使わせるようではなくて、実はですね、私このちょっとこのこのカンペンがもうボロボロになってしまって、もうどのぐらい使ってるやつだったかな、もうでも13年ぐらい使ってるかな。そう、これをちょっとね、入れ替えようかなと思って買ってきたものです。では早速入れ替えてみました。こんな感じで、私が使っているのはここね、何 B っていうのがちょっとね、こう出てこないのは残念なんですが、まあ、だいたい長さで把握してるので、こんな感じで鉛筆を収めて、でこの練り消しさんはやっぱりよく使うので、こっち側に入れようかなと。それからちょっとね、太い鉛筆は入らないみたいなんで、こっち側に入れてます。で、後ろ側にですね、ちょっとこの平たい鉛筆、この平らなやつですね、これを入れて、でコンテ普段使わないんでコンテを入れて、でこっちのこの消しゴム入れるところここにですね、コンテのこの割れてしまったやつを入れてます。こんな感じで、これからはですね、ちょっとこっちのペンケースを使っていこうと思います。ね、200円でなかなかいいお買い物。私は今回ピンクを買ったんですが、水色となんかエメラルドグリーンみたいな組み合わせのやつもありました。は以上、レビューというのか、この鉛筆の、筆箱のお引越しでした。はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。